はい、どうも、ホセイ TV 始まりました。ケンタです。今日はですね、パンツのサイドについているポケット、これはスラントポケットとかキリポケットとか言ったりするんですけど、これの作り方についてやっていこうと思います。で、パターンは3枚です。まずはショートパンツの前身頃、ここをがこういう状態なんですけど、ちょっと斜めに線が入って、まあ、ここがポケットになるって形になります。で、ポケット布のパターンが2枚あるんですけど、まあ、こちらが手前側っていうのは、こう手を入れた時に手のひら側が当たる方を手前側と言います。で、逆にポケットに手を入れたときに手の甲側に当たる方を向こう側って言います。ではこういう風に3枚縫い合わさることでキリポケットっていうのが完成します。それではやっていこうと思います。ちなみに今回はスラックスみたいな斜めのポケットなんですけど、デニムだったらここがこうカーブして入ってくるようなポケットだったりします。で、まず最初にやることなんですけど、まずこのポケット口に、この伸び止めテープっていうのを貼っていきます。これはまあ生地が伸びないようにするために貼るテープなんですけど、まあどうしてもここってポケットとして使うので生地が伸びやすくなります。あと斜めに取ってるので、生地って斜めに使うと伸びやすくなるので、そういうのを防ぐためにあらかじめこのテープを貼ることによって伸びにくくすることができます。で、まずひっくり返してここにアイロンで貼っていきます。伸び止めテープ表と裏でちょっと違っていて、裏側に糊がついています。で、この糊がアイロンの熱で溶けてくっつくっていう仕掛けになってるので、間違ってこの糊がついてる方をアイロンにつけちゃうと、それがそのままアイロンにくっついちゃうので、まあたまに間違えちゃうんですけど、それだけ気をつけて貼っていってください。で、まあアイロンで貼る時も直接やるんじゃなくて、間に紙とか当て布とか挟んでアイロンすると、アイロンが汚れないのでいいかなと思います。でも5秒から10秒ぐらいですかね。こんな感じでくっつきます。そしたらポケットの向こう側をこの位置で縫っていきます。縫い代1センチですね。縫い代1センチで縫えたら、縫ったところをアイロンで割っていきます。で、割ったらここをアイロンで押さえていきます。この時に、この裏側の布が、このポケットの向こう側の布がこう表に見えてしまうとちょっとかっこ悪いので、これはきちんと隠れるように、まあ、気持ち1ミリぐらい控えるようなつもりでアイロンかけて、ポケットの布が表に見えないようにしてください。こんな感じですね。そしたら、まあ今回はじゃあここにステッチをかけていきます。まあこれステッチないものもあるんですけど、まあ好みですね。カジュアルなものだったらステッチ入れてもいいですし、スラックスなど結構フォーマルなものだったら入れない方がいいかなと思います。
今回は 5mm でここにステッチを入れていきます。こんな感じでステッチが入りました。まあ、ここもダブルでステッチ入ってたりとか、コバステッチ、このギリギリを縫うステッチ1本だったりとか、まあ、プロによって仕様は異なるので、まあ、ここら辺は好みでいいと思います。で、向こう側がついたので今度はポケットの手前側を縫っていきます。で、まあ、最終的にこの状態になってここがポケットになるって感じなんで、まあ、この縫い方はいくつかあるんですけど、一番簡単なのはここを縫い代 1cm で縫って、まあ、そのままロックをかければそれでもいいんですけど、まあ、僕がよくやるのはロックを使わないやり方で、これをこの状態から逆の状態にします。で、ここを初めに 5mm で縫って、その後こうひっくり返して上から叩くというやり方です。まあ、袋縫いですね。この袋縫いっていうやり方だとロックを使わずに済むので、まあ、僕は結構使っています。ただ厚みがある素材だと袋縫いだと結構厚みが出てしまうので、そういう時はロックの方がいいかなと思います。まあ、ちょっとやってみますね。まずはこの状態で 5mm で縫っていきます。はい、縫い上がりました。こんな感じですね。そしたらこれをひっくり返して、こういう状態にします。表から見るとこんな感じで、まあ、もうポケットとしてできていますね、形が。で、最後にここをアイロンして、でこれだけでもいいんですけど、まあ、ポケットってやっぱ物を入れたり手を入れるところなので丈夫に作りたいので、さらにここに 5mm でステッチを入れていきます。はい、こんな感じで縫い上がりました。ここをまあ 5mm でステッチ入れた感じですね。で、このままだと、まあ、ここら辺がペラペラしちゃうので、まあ、仮止めとしてこことここに捨てミシンをかけておきます。こんな感じで捨てミシンが入りました。これでもう完成です。こんな感じでポケットになってます。後ろ側がこんな感じです。このポケットも難しくないので、パンツ作りたいとかスカート作りたいって方はぜひやってみてください。質問、感想、やってほしい企画等ございましたらコメント欄に書いてください。チャンネル登録、高評価ボタンいただけるととても励みになるので、ぜひよろしくお願いします。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。